はい、ということで時刻は4時を回りました。 FM ギノワンをお聞きの皆さん、こんにちは。今日ですね、天気がすごくいいですね。昨日はね、すごい天気悪かったんですけど、今日良くて、はい、気持ちお天気で良かったです。ということでですね、このアツコの知らない世界始まりました。はい、一人ですが、私なんとですね、会長、海開きのですね、支払いに行ってるからということで10分遅れるそうです。はい、海開きの支払いって言っといてって言ってましたね、さっき電話でね。はい、ありがとうございます。会長がね、来るまで10分ぐらい私が一人でつないでいきたいと思いますが、早速シュプリームさんからコメントが来ております。多分忙しくて遅刻の高安会長、ピーコハイサイということで、はい、いいですね。そしてシュプリームさん、前髪が波打ち際に打ち上げられた亀みたい。亀、亀か。そうですね、この前髪をですね、私短くですね切りすぎまして、すごい不評とね非難を浴びておりますが、はい、ということでね、今日もね、このアツコの知らない世界、はい、始めていきたいと思います。このアツコの知らない世界は、ハーバー不動産、そして春菜創作工房中村さんの提供でお送りしております。この番組、少しちょこっとだけ、キノワンのことをお届けしつつ、また雑談だったり、横浜 DeNA ベイスターズのコーナー、そしてですね、夜のアツコの知らない大人の世界ということで、夜のね、観光スポットだったり、夜楽しめる場所などもご紹介していきたいと思います。ただね、このコーナーね、不定休ということで、はい、あ、会長が来ましたね。お早い到着でございます。ということでね、ここで1曲お届けしたいと思います。どうしよう、鈴木雅之さんでもう涙はいらない、どうぞ。うん、いや、任せる、何でもいいよ。いや、ベイスターズはいいよ、後で。誰よ、何が DeNA ベイスターズ、昨日フェンス直撃、ベース直撃、走者と交差、うん、まあいいんだよ。あ、タイゴさん、こんにちは。お疲れ様でした。うん、海開き、お
疲れ。どうでした？うん？うん。うん。うん。まあまあまあね。なんか電話鳴ってるよ。どうしよう。いや、いいよ。大丈夫ですか？うん、はい、遅れました。申し訳ないです。はい。はい。いろいろありました。この1週間。ありましたね。はい。おかげさまでですね。はい。ギノアントロピカルビーチ、うん、大海開き祭。はい。はい。天候はね、そんな、まあ、ちょっとね、恵まれなかったんですけども、はい、多くの方が、うん、約1000名ですね、の方が来ていただきました。ありがとうございます。ここに感謝を申し上げます。1000名も来たんですね。はい、まあ、主催者発表なのでちょっと持ってるんですけど、990名ぐらいは来てると思います。あ、すごい、はい、10名ぐらい盛りました。はい、いや、でもね、はい、盛り上がってましたね。はい、まずはね、ギノアントロピカルビーチの海開き祈願祭からスタートいたしました。はい、普天間神宮の神宮寺の、はい、宮司の荒垣宮司がですね、安全祈願をとですね、はい、また、多くの来場者が来ていただくことをですね、祈りまして、まあ、今年1年またですね、大盛況、そして、無事故、何事もなくですね、多分行けますね。はい、はい、ロケーションは素晴らしいロケーションですので、トロピカルビーチは、うん、まあ泳ぐ、まあ、ビーチですから泳ぐのが目的なんですけどね、その景観を見ながらね、はい、ビールをですね、飲むっていうのもまた素晴らしい、うん、夕日がね、夕日すごいんだよね、あそこね、サンセットはね、北谷町にサンセットビーチってありますけども、はい、パクろうかなと。トロピカルサンセットビーチとかね。あ、うん、いいですね、トロピカルもサンセットもついてて、うん、そう、うんうんうん、全部取り入れると、だからサンセットって検索するとトロピカルビーチも出てくるみたいな。そんなのがいいですね。そういったこと、なんかすいませんね、チャタンさん、パクるんじゃなくて取り入れる。そう、ほら、いいものは盗めって言うじゃない。はい、うん、だからね、名前ぐらい別に、うん、ギノアントロピカルサンセットキラキラビーチダサい。いいんじゃないの。これはちょキラキラがついたことによってちょっとダサくなるんですよ、うん、お前な、今キラキラビーチ、お前南城市と、怒られる、富久に、なんていうんですか、いろんなものが混ざった上でのキラキラ。お前すいませんね、義母市長、こういうやつなんですよ。あ、違いますよ、全部が混じったやつのキラキラが入ったらってことですよ。ほう、うん、わかりますか。お前、いや、違う、お前も、うん、すいません、もう富久には入れないでください、こいつ。よく行きます。うん、はいはい。あ、シュプリームさんが、はい、海難事故はない方がいいですが、うん、ピーコのポロリ事故はあってほしいな。そうです、ね、いらんでしょう。そうです、よくあるんですよね、ポロリ。いらん、そんなのいらん、はい、はい、シュプリームさん、それはですね、それこそそんな放送事故があったら多分この FM ギノワン潰れますね。潰れないですよ。潰れますよ、全然、はい、トロピカルビーチ、はい、まあ、海開きの話をする前に、海開きをする前にですね、まあ、いろんな、デマというかが回ったんですよ。これ僕ちょっと確認したんですけど、毒がある貝が出たとか、ありました、ありました。そうそうそう。で、あとカツオの冠ってい う、まあ、猛毒のものとか、あとカツオへのエボシとかクラゲとかですね、それが大量発生しているというような噂があって、はいはいはい、聞きます、私も、はい、僕もで、それでビーチに行ったんですよ、直接、はいはいはい、でビーチ管理者に聞いたら、そんなことないと、うん、でそういった噂を聞いて、実は新聞社も取材に来てたと、うんうん、いうことがあったんですよ。でもし、トロピカルビーチにそういったものが大量発生してるんだったら、うん、まあ、沖縄の、少なくとも沖縄の西海岸地区のビーチは全てそうだろうと、うんうん、何もトロピカルビーチに特定されるものではないと。で、現実には、そういったのは、ビーチ側では観測してないと、見てないと、発見してないということだったので、あれはもう、まあ、
悪意のあるデマではないと思うんだけども、うん、で誰かがそういったことをポッと言うと、まあ、そういったのが広まったんだろうね。僕もフェイスブックの中でそれは違いますよというのを訴えたんですけどね、はい、だからそういった風評被害というのはね、うんやっぱりこういったメディアでねどんどん、まあ、違いますではなくて、真実を伝えると、うんうんまあ、確認はただされなかったっていう、そうそうそう、うん、されなかったということですよ、はい最近はね、なんだっけ風邪じゃなくてオタフク風邪じゃなくて三日はしか、はしか、ね、だからはしかもね確かに、あるんだけどもあまり、それを怖がってしまうと、うん、おそらく何もできないので、ちゃんと予防接種をしてね、うんそういった人に接する仕事をしている人たちっていうのはそういったことをやるそういったことが万全にやる、設置されてますよということにすると観光客というのにも、うん、打撃もまあ最小限で済むのかなと思いますし最近あまり聞かないよね。はしかですか、うん、いやまたそうなの県外に今度行ったみたいで新聞、うん、だから、台湾の旅行客から、発症してで、それまあねだからなかなかウイルスって見えないもんだから、はい、だからその辺もちょっと気をつけてね、うんうんまあ、もちろんそういった病にはねかからんことがもう一番だしね、うん個人個人でそういった、手洗いうがいそういったものを気をつけて、はい、で自分が感染したと分かったら、人には、移さないように、うんちゃんと病院行って病院の指示お医者さんの指示を仰ぐとかそういったことをするとねそうそうあ今ねまたうんあっちで見てくれるんですよ駐車場で見てくれる、はい、先生が来て、うん、看護婦さんも来て駐車場ってどこの病院の駐車場で、はい、ああ病院の中に入らずとも私も子供が風邪ひいちゃったので、うんうん、一応怖いじゃないですか、うんうんうん、連れていくのなるほどなので検査のために行ったんですけど、うん、そしたらかからないように、うん、と感染を防ぐために、うん、駐車場で全部受付もいいかもしれんな。そうそう、すごいいい考えだなと思って、うんうんうん、密室ほどねそういったのは感染しやすいんでね特に空気感染ですかね。そう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 、うん、それはいいよ。あ、うん、スシプリームさんが茶谷、うん、のサンセットビーチ付近は、うん、ジバッココーヒーなどおしゃれなカフェがあり、うん、そこから見る夕日がいいですね、うん、十数回沖縄に行きながら、うん、トロピから夕日を見たことがないので今年こそ見に行きたいですと。はい、茶谷行かなくていいですよ。トロピカルビーチだけでいいですよ。シュプリームさん、いや、はい、そしてなんと函館さんからもメールが、うん、はい、石膏さん会長さんスタッフの皆さんこんにちは、はい、リクエスト岩盤の冒険のテーマ曲、ああこれいいよ、探してみます。あ、俺多分ねシュプリームさん、あ、シュプリームさんじゃない、函館さんも僕と年代一緒なので岩盤と仲間たちっていうのがネズミでした。そうそうそうそ そうネズミで敵がイタチ軍団みたいなのがいて、うんうん、めっちゃ面白かったよ。なんかいい話なんですよね。うん、まあ冒険の話、うんうん、岩盤、ああこれは面白いよ、うん、確定は。あ、そしてですね、はい、あ、函館出身、うん、中原理恵さんの東京ララバイ以上です。あ、そしてですね、中原理恵さんはそうなの、函館出身の東京ララバイって歌が、あ、そうなんだ。中原理恵さん、僕普天間の方かなと思った。僕の友達中原初めているんだけど。ああ、じゃあこの人も沖縄じゃないんですかね。ん、中原って沖縄ですか。沖縄だろ、だって上原の次に中原って土地もある、地区もあるんだね。はあ、でも仲間の中で、ほーんってほーんって。ですが、あ、知事選挙盛り上がりそうですね、うん、と、うん、盛り上がってくれないとね、投票率どん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 上げて県民が関心をねちゃんと、まあ、自分の持っている、うん、権利を行使していただきたいですよね、まあ、まあいきなり知事選の話なんですけど、トロピカルビーチ開き、うん、はい、ラジオもねそこでブースかやったんだけどどうだった。私途中から、うん、夜の部で参加したんですけど、うん、アイドル、うん、すごくて、アイドルの前に吉本のお笑い芸人たちが来たんだよ。どうでした、おしゃれ来たかったんですけどね。あ、すごかったね。MC にロバートの秋山さんと、うん、見たかった、山本さんだったんだけども、最初山本さんがマイクを持ってステージに上がって、で出てこないのよ。そしたらステージそばからいきなり観客がいる砂浜のところまで出てきて、うん、上半身裸で練り歩いたんだよ。みんなキャーキャーキャー言ってさ、すごかったよ。肌の張りがさ、真っ黒の肌で、まあ、パンパンに張ってるわけよ。ゾウアザラシみたいな感じだったの。あ、
いいな抱かれたい、うん、そうそう、みんなゾクゾクするいててみんな触りたい触りたいってな、うんうん、でそれからあの頑張れるやの2人が出て、うん、天子インター佐久間一行、ハイキングウォーキングで大谷由美さん、大谷宜野湾のね、応援団で宜野湾出身の大谷由美、で、じゃんけんでサインとか DS、任天堂 DS をプレゼントしたりさ、 あとは宝探し、じゃんけんで任天堂 DS なんですか。そうそうそう、うん、当たった、当たってた子供たちがで宝探しでは自転車とかもさあって、自転車も当てた子がすごかったのよ。自転車当てた子のお母さんが泣いてたわけよ、うん、そこまでな泣くほど、なんでなそんなに嬉しいんですか。ちょうど自転車買いに行こうねって話してた時にこのイベントがあるのを知って、でだけども自転車があるっていうのを知らない、で引いて、あこれ何番って持ってったら自転車だったと、ちょっと鳥肌、その奇跡に感動して泣いてるって言って、ワンワン泣いてたよ。鳥肌立ちました今。おうおう、え、うん、そういったことがあった。で、まあ、それそういったこともあり、であと、限定先着500人に、はあ、シャーベットの無料配布。あ、ね、あれ良かったみたいですね。はい、良、はい、かったですよ。まあ、いったこともあってね。で、その後、うん、アイドルフェスですよ、はい。沖縄アイドルフェス第1回ですよ。まあ、第2回があるかどうかわからんけど、まあ、努力してやるようにしますよ。なんと総勢69人のアイドルが沖縄に来てですね、皆さんに歌と踊りを披露したんですけど、あの僕追っかけ見てねびっくりした。私もすごいな、あの追っかけっていう人たちな。私本当に、うん、あの初めて生で、うん、あのなんていうんですか、この踊りっていうんですか、うんうん、をボケーっとずっと見てたんですけど、すごいよ、ボケーっと見ちゃいますよね。うん、俺も口開いてたんだけど、まあ若い子は、まあ、学生だろうな、学生ぐらいからだいたい60代ぐらいまでの人がいてね、はい、追っかけがね、望遠レンズとか持って、でびっくりしたのは誰々推しっていうのあるんだね、うん、誰々推しっていうのあるんだけども、グループがね14グループ出てたのよ。14グループの踊り全て踊る、全部ね、その人たち、しかもあのちゃんと円になって、そうそう、おいみたいなやつとか、そう拍手も、うん、なんていうんですか、これそう広げるっていうか、だから多分ね、例えば僕はいやプロ野球で言えば DeNA、 横浜 DeNA ベイスターズファンじゃない、はいはい、だからDeNA の歌だとかで選手の応援歌とか、うんうん、チャンスのテーマとかっていうのを覚えたり歌ったりするんだけど、彼らは僕に例え、僕側に例えるとプロ野球ファンなんだよ、あの人たちは。だから全ての野球団のやついける、うん、いける、いけて、そのうちの推しが DeNA だったりとかっていう風になると思うんだよ。全てのだからあれ4時間だよ、4時間、うん、ぶっ通しで4時間、4時間ずっと踊ってたからな。すごいですよね、体力すごいよ。あ、私すごい一人だけ気になった人がいて、うん、そのファンの中で、うん、ずっとあの、うん、右脇腹を押さえながらも踊ってたんですよ、うんうん、多分だからお腹痛い、あのお腹痛いんだけどずっとあの右手で左手で押さえて、うんうん、右手はすごい踊ってました、うん、あ、知ってる、うん、してるしてる、結構年いかれた方でしょ。はい、いましたいました、僕も見てた、あの人は痛いんじゃないかなって思う、うん、であとうちのスタッフもね、はまって踊ってたりしたね名前は言えないけどすごかったよ、メガネの、そうそう、メガネの、あ、すごかったな、楽しんでて、あれぐらい楽しんでもらえたら身内があんだけ楽しいといいよね、はい、身内がもう苦労してさ、なんか疲れたみたいな顔してると、うん、祭りもイベントも面白くねえよ、はい、あれ身内があんだけ喜んでると、うん、まあ、やりがいあるよな、うん、今後もまた、そういった、イベント やりたいし、来年ももっとね、トリプカルビーチ開きをもっともっと大きくしたいなと思って、はい、反省点も結構あったんでね、それを、うん、みんなで、まあ、反省しつつ新しいアイディアも出しつつ来年、うん、まだ始まったばっかりなんだけど、いやでも全然時間かかりますからね、はい、うん、あと、うん、あとさ、うん、海開き、はい、で海開きイベント終わりました。で10月の後半、10月までいっぱいなんで、10月の最終週末に海に感謝の、海を締める感謝のイベントもやろうかなと。あ、始まりもあれば終わりもある、はい、はいはいはい、はい、そういったのもやりたいなというふうに思ってるんで、はい、その時もまた皆さんのアイディア募集したいなと。そうです、 なんかそうないですよね、考えないよな。だから 僕の友人が言ってたんだけど、海だ、海
海開きは神様にお祈りして安全祈願して安全に終わった時には知らんふりかっていうふうにやったの。あ、確かにな、確かに、あ、今までありがとうね、この1年ありがとうね、また来年来シーズンお願いしますっていうような、はいはい、その感謝のイベントをやろうかなというふうに思ってます、うんうん、で例えばまあ11月に入ると寒いじゃん、うんうん、海開きとかそこでおでん食ったりさ、あ、イベントで、うん、ちょっとガタガタしながらなんかやったりさ、うんうん、いいと思うよ。いいですね、うん、お鍋とかおでんとかさ、ラーメンとか、うん、いいかもしれないな。いいですね、うん、もうはまだ海開きしたばっかりなのにそんな話してるんだよね。だから結構この番組先行きすぎてやらないとかね、まあ、そういう風にならないようにならないよ。あ、でもちゃんとあれも実行しましたからね、うん、お前映ってないじゃん、映れよ。私はもうそうそうそう、この美人さん見てくださいよ、マスクしてるでしょ。してない、してないんかい。全然してない、うん、はい、あ、ガンバの冒険ありました。あった。じゃあさ、うん、ガンバの冒険をかけて、うん、でコマーシャルはあと1回入らないといけないので、うん、ガンバで、うん、はい、あ、スプリームさんがですね、はい、あとディーパーさんもこんにちはということで、うんうん、スプリームさんが海じまいには翌年の 海開きまでピークをビーチに埋めて魔除けにしましょうということで、これは現実的だね。全然現実的じゃないですね、うん、私がね司会をね、それは、はい、違うね。じゃあ歌います。はい、歌いますよ。何が海開きで、私やめてくれよ。ダメですか、うん、これこれですか、うん、あれ違います。待って待ってよ。あ、これはね多分エンディングの、あ、これしかないんだよな。さあ、ちょっといいですか、これですか。おそらく函館さんが聞きたかったのはこれではないと思う。これしかないんですよね。本当、スプリームさん、ピーコの能力こんなもんなんですよ、探しきれないんだって。本当はあるはずなんだけどね。嘘、うん、分からん。ガンバの大冒険かな、 あれは金太の大冒険か。あれダメなんですよね、流したら。いいんですか、やめとこうか。やめましょうか、うん、まあこれは、まあ、今 BGM でかけといてもいいしね、はい、うん、あ、私最近おっぱいがいっぱいっていう歌があるのを初めて知って、うん、わかります。わかるよ、おっぱいがいっぱい、いっぱい、かわいいですね、うん、あれ、うん、かわいいか。あれはダメ、あ、よくて、うん、金太の大冒険はダメなんですね、うん、だおっぱいっていうものがはだが例えばその倫理とかっていうのにかかるかって言ったら多分かからないと思うよ。だって食べ物だからですか。おっぱいは食べ物か、ご飯じゃないですか。おっぱいはご飯か。ご飯でしょ。ある意味おかずじゃないのか、あれは。違う、そっちじゃないです。え、ご飯でしょ、ご飯ですもんね。おっぱいはご、あ、だから赤ちゃんのね、はいはいはい、あ、そういえ、あ、そういえ、そういえ、うん、だからな、まあ、おかず、うん、おかずか、うん、だからで逆に乳とかちぶさって言った方が卑猥に聞こえたりもするからな。あ、確かにな。だから明るくおっぱいはおっぱいでいいと思うんだよ。おっぱいは倫理引っかからないんですね。多分引っかからないと、倫理って、まあ、どういった 場面で言うかにも変わってくると思うけど、シチュエーションでそういったのは、うんうん、だから変わってくるから、そういったところじゃないのかな、うんうん、まあ、いきなりおっぱいがいっぱいの話はそうですね、したんでね。じゃあ CM 行きますか、ああ一度、はい、うん、CM でおっぱいがいっぱいで CM か。おっぱいがいっぱい、うん、あと1個のやつかけましょうか、函館さん、うん、あと1個って何が来てんの。あ、なんで東京ララバイ、あー、あー、あとでな、はい、中原理恵さんな。じゃあ DNA いきますよ、うん、
はい、はい、何ですか？ DNA ですよ。始まったんですか？始まってます。ああ、始まったのか DNA。 最近ちょっと疲れたな、うん、そうですね、1位だったんですけどね。いや、まだ始まってね、ちょっとまだなんで、うん、全然大丈夫なんですけど、広島さんと今強いよね、広島、うん、昨日一昨日ともう大差で、まあ、ボロ負けて言っていいけども、そうですね、まあ、その前に、広島出身の鉄人、はい、絹笠社長さんが亡くなったんですよ、うん、はい、今ニュースでね、いっぱい出てますね。そうそうそう、うん、で、まあ、亡くなった訃報を聞いて、まあ、翌日試合があったんだけども、うん、まあ、もちろん DeNA もね全力で戦ってんだけども、よ、広島のナインとかファンとかがもうそれを上回って絶対勝つぞと、うん、偉大な大先輩のために絶対勝つぞという、そういった意識がね、うん、多分上回ったんだと思うよ。確かに、うん、ただね、これはもう勝負なので、うん、昨日も負けました。で、今日もまたゲームがあってあるんで、今日は勝ってね、とりあえず広島さんには、2勝をもう、まあ、弔いという形でね、うん、まあ、今日は勝たせてもらおうと、横浜が勝ってもらおうというような形でやりたいんだけど、衣笠さん知らないでしょ。知らないです。もちろん知らないと思うし、僕らは現役の頃から知ってるんだけど、すごかったんだよ。あのね、連続試合出場が2215試合、うん、2215試合だよ1回も休まず出てるってことですよね。出てるんだよ、2215試合。だから怪我しても出ていく。あ、だから、うん、この怪我やってすぐまた出たんですよね、うん、そうそうそう。で、まあ、それだけじゃなくて、うん、まあ、もちろん数々の記録、まあ、500本以上の、うん、ホームランを打って盗塁王になったのも衣笠さんだけだし、うん、すごいホームランバッターでね、決して俊足とかではないんだよね。でもそれでも衣笠さんはそういったふうに、記録も持ってるし、あと人格者、人がね、うん、とってもいいんだよ。あれ、あの人は僕会ったことないけど、野球のプレーとか、なんていうかな、解説、今解説聞いてるとやっぱり優しさっていうのがにじみ出てくる、うん、まあ、本当にね、あの人はね、すごい、まあ、球界の宝でもあるし、人格者、人としてもね、素晴らしい人を亡くしたなと思うんだけども、うん、逸話がこの前あって、江夏っていうピッチャーがいて、はい、このピッチャーもすごいんだよ。すごいピッチャーがいて、広島にいて、で、この江夏がもう本当に、まあ、ピッチャーとしてマウンドに立って、もうピンチになった時に、抑えのクローザーなのよ、はい、この人が最後を締めるって言うんだけど、ピンチになったんで広島ベンチは次のピッチャーを準備してたのよ、うんうんうん、ちょっと投げておけて、で投球練習、今みたいにブルペンって室内にあったりしない時に見えるわけよ、うん、はい、外から、あれってん、俺の代わり出すつもりかと思って、うん、江夏は俺締めるのは俺だからっていうふうにちょっとふてくされたのを衣笠が見抜いて、衣笠、うん、がマウンドまで行って、いや、お前が、そう言ったんだったら、お前が辞めるときは俺も辞めるよ、一緒に辞めるよって言ったんで、で、もともと江夏は、広島生え抜きのピッチャーじゃないんだけども、広島の大スターである衣笠にそう言われて、心がちょっと落ち着いて、その後ちゃんとピシャッと抑えたということとかさ、あとね、西本ってピッチャーがいて、はい、巨人にね、このピッチャーが、シュートピッチャー、こうやって、うんうん、回転していくんだけど、衣笠にぶつけてしまったわけよ、うん、肩にさ、速球、シュートが回転に入って、衣笠の肩に当たってしまった。そしたら骨折したのよ、衣笠、うん、この時に連続試合記録更新中、骨折したんだよ、うん、で嘘だろうと思って、でもちろんまあいろいろごちゃごちゃになって、もう衣笠さ、骨折、肩骨折してんで、もう普通だったら日常生活さえままならないのに、うん、翌日代打で出てきたの代打で出てきて、で3球三振するんだよね、3球三振するんだけど、もう代打で出てきて1球目空振り、
この1球目の空振りは自分のために空振りしたんで、うん、とにかく思いっきり振ったと。2球目の思いっきり振ったのはファンのために、うん、3球目は西本君なんて、当てた西本君のために全力で振ったと。だから当てたピッチャーは心配で連続試合出場も途切れるんじゃないかなとかっていう思ってても、この衣笠は全力で振って、西本君、俺はこんだけ売れ行けるから心配しなくていいよっていう、かっこいい、そう言ったってすごいよな、かっこいい。俺も最近これ知って、いやもっと先に知ってたらもっと好きになってたんだろうなと思ってね。僕の、友人、沖縄市にいっぱいいるんだけども、彼らもやっぱりとても悲しいと言ってた、まあ直接衣笠さんとも交流のある方もいて、やっぱりもう落ち込んでたね、もう本当に一ファンとかじゃない、もう友人とかっていうレベルをなくしたような気分って言ってたね、うん、はい。スプリングさんから、まあ、コメントがね、うん、いっぱい来てますが、衣笠、さんが亡くなって広島はものすごい力を出していますよね、うんうん、そして昨日の松山選手の活躍はすごかったです、すごかったね、あっぱれ、はい、そして衣笠さんは僕の故郷、うん、京都でね、京都平安高校の OB で、うん、あ、そうなんだ、鉄人であり、うん、鉄人でした、うん、ということで、そうそうそう、はあ、すごいですね、すごいよね、亡くなる4日前のテレビ中継僕見てたんだけど、DeNA 巨人戦だったんだけど、うん、そこでも解説してたのよ、はい、牧原さんと一緒に、声がね本当に細い顔で声で、あれおかしいなと思ったんだよ、うん、みんな多分聞いてたんだよ、野球の状況よりも衣笠さん大丈夫かなっていうふうに多分そこに集中してたと思うんだけども、で最後までね、亡くなる4日前だよ、 前まで仕事、ね、まあ、自分がもう末期のがんでもう危ない、もうない長くないって分かりながらも安静にしてることでも現場重視で現場に行って、であれが最後になったんだけど、うん、まあ、それも DeNA 戦横浜スタジアムだったんだけども、それもなんかの縁かなと思ってね、うん、心からお悔やみ申し上げます、はい、はい、うん、あ、で、はい、まあ、ベイスターズはね、うん、今、1.5 ゲーム差で2位というふうになってますけども、はい、今日勝って 0.5 に近づいてて、で、来週頭にはねまた、はい、首位に返り咲いてるように、うん、うん、行きましょう、それで、そうですね、広島戦が終わったら次中日と、うん、そうそうそう、戦いですからね、うん、はい、で、まあ、ごめんなさい、もう一つ、はい、これ野球ではないんだけどスポーツつながりでちょっと、ちょっと疑問になったのが、比嘉大吾、はい、ゲーム、うん、そうそうそう、うん、チャンピオンだったんだけども、まあ、900g リミットオーバーして、うん、王者剥奪されて、されましたね、で昨日かな、うん、JCB 日本プロボクシング協議会かな、はい、の、まあ、その中での決まったことで、うん、ライセンスを剥奪すると、要するにプロボクサーではなくなったわけ、今プロボクサーではない、うん、わけよ、うん、で無期限、無期限、いつとかって決まってない、で やったわけよ。でその理由が、国内でこのタイム、体重オーバー、うん、ウェイトオーバーをしたのが、今まで、うん、前例がない、初めてだから重い処罰をしたって言ったけど、初めてだから重い処罰かね、うん、お2回目じゃあさ、重い処罰って、ああ分かったって言って、じゃあこれを見て他の選手が、あ、やらないでおこう、大変な処罰なんだなと思った中でまたやってしまった場合の方が実は重くないか、うん、うん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 、そうは思わない、思うでしょ。ではじゃあ2回目、うん、2回目に2人目もしこういった、リミットオーバーして処分を下されるときは軽いの、初回だから、国内初の事例だから重くした、厳重処分をすると、じゃあ2回目だったら軽いの、軽くするの、うん、しないじゃないですか、多分また おかしくないか、同じでしょ、これが納得いかなくて、しかもあとこの王者剥奪っていうのがこんな若い、もうそれは仕方ないと思うんだよ、俺はそれは仕方ない、だってこれは、体重が制限があるスポーツだから、うん、その絶対これは絶対これはもう妥当、でもライセンスも取る必要ありますかね、うん、で無期限っていうところに
だから最初から無期限だったらいいんだけど、これが初回だから厳重処罰するっていう言葉を聞いたから俺はおかしくないかと思ったわけ。処罰の対象にはなると思うよ。だけど初回だから厳重処罰ってどういうことよって、これ本当に聞きたいし、でいろいろネットなんかで評論家なんかがあって妥当だと、そういった、体重超過が今までなかったからそれを警笛鳴らすあれでもいい見せしめになったとかって書かれてるわけよ。本当にそうかって、そうではないんじゃないかな、本質はもちろんやっちゃいけないことだよ、要するに、法的なものではないから、彼が、法的に何か過ちを犯したんだったら別よ。ただこのスポーツ界のボクシング界のルールに、ルールに従わなかったんじゃなくて、そこに到達できなかったわけ、わざとではないし、まあ、体調の面もあって、ウェイトもまあ上の階級なので、本来だったらねそう言って言われてて、でそこを絞って、この階級にいるという言われ方もしてるので、その辺は、有利にはなってくるよね。大きい人がちっちゃくなって、で軽量取ってまた自分の 体重に戻して試合をするっていうのは有利じゃない、そこを狙ったからとかっていうこともあるけども、でも例えば、1キロ減らすのと5キロ減らすのって絶対5キロ減らす方がすごい大変なことじゃない、そうやってこのリミットに持ってってるルールがあるから別にいいんじゃないのと、いいでしょ、60キロの人が10キロ減らして50キロ級に出るの何が悪いのっていうことで、そういうことでしょ、その努力っていうのもあるから、そこで叩くのはおかしいなとか見せしめとかっていう表現は違うのかなって、俺沖縄県人だから比嘉大吾をこうやって言うわけじゃなくてね、でそれまあそれがあ、まあ、もちろん管理不行き届きっていうことで、具志堅会長も、処分されてるんだけども、それはそれでしょうがないと思う、やっぱり具志堅さんも処分されてる、そう管理不行き届き、ただこれはね、体調面とかもあるので、また汗が出なかったり、ね、汗が出なかったり、風邪をひいて体調崩してたりとか、前の試合からそんなに、感覚が空いてないので、それをコントロールするのがとても難しかったりね、そういったのもあったと思うんで、それも考慮してなんかねやってほしかったなと思うし、表現のなんか出し方っていうのもちょっと考えてほしいよね、まだまだ若いんだしさ、処分は処分でちゃんと、受け止めて、で彼はまた、ボクシングコミッションも、日本の宝と言ってるくらいだから、でそういった気持ちの面でも、腐らないようにねしたいし、本人はもうボクシングやめろとかって言ったらしいよ。いやでもそうですよね、剥奪もされてるしね、だから錯乱状態で試合が終わった時、錯乱状態で体の熱もどんどん上がっていって、氷水を頭からぶっかけたらしい。それでも熱が下がらなくて病院に行って、やったらなんか腎機能になんか障害が出てたとか、そういったストレスとか体調不良とかもいろいろ重なったんだろうな。かわいそうだよ、それはね、ルールを守れなかったそこに行けなかったっていうのは、もちろん、比嘉大吾陣営の、それはミスなんで、それはちゃんと受け止めてね、やってまた次また1から出直して、KO 記録もこれからまた続けていけばいいんだよ、まだまだ若いんだし。シュプリームさんがね、本人の責任も重大ですが、ジム側の試合感覚の調整ミスでもありますよね、読めない、剥奪は重すぎます、賭博、バド選手だって1年半で復帰してるしと、いろんな、処分とか、いろんなスポーツの中でいろんなものがあるのでね、それが一概に、比べるかどうか分からないけど、でもシュプリームさんが言う通りにね、もう僕もそう思いますよ、そんな感じで、じゃあ次は次行こう、次行きますか、次って何、大人の大人行こうか、久しぶりですね、行こう、あつこさん海開きですごい飲んでましたね本物のあつこはい、飲んでた、飲んでました本当、
公務が終わった瞬間から多分飲んだと思うよ、うんうん、飲むでしょ、うん、海開きは基本、まあ、公務というか我々の管轄はもう16時まで、はい、それ以降はアイドルフェスの方にお渡ししたので、うんうん、それからじゃあ飲もうということになったんだけど、はい、俺も飲んだね。それからそうですね、みんなの終わった瞬間のこのそう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 終わった感がね、うんうん、ありましたね。あれまたトロピカルビーチで人仕事を終えて飲むビールは最高だな。めちゃくちゃ良かったよ。しかもアイドル聴きながら、そうそう 見ながらね、うん、だから あれは大人のあの瞬間から大人の場所だったな。なりましたね、うん、来年もまたやるんだけども良かったよ。で翌日レッドカーペットが沖縄国際、はい、通り那覇市の国際通りであったんだけど、その時に豪雨、うん、すごかったの。雷鳴って2時間遅れたんでしたっけ。2時間半ぐらい遅れたんじゃない、うん、僕らずっと待機してたんだけども、その中で、よしきさんよしきさんって呼ぶ声があるわけよ、うん、まあ、ん独特のなんか声だなと思って見たらおかまちゃん、おかまちゃんだったわけ、うん、おかま軍団、おかま軍団、うん、あどうしたっつったら、いや仲間が歩くので、うん、みたいな感じで、おおそうかって言って話してたんだけどでもこみちが歩くから、うん、早見もこみちさんと一緒に写真撮りたいって俺に言うわけよ、うん、俺ができるわけないよいやいや俺にはそんな権限ないよって言ったんだけど、こいつ結構いい男だったわけよ。もこみちに迫るぐらい、本当身長もね、このおかまちゃんが、うん、80ぐらいあるんじゃないかな、80近いと思うよ、うん、で、だから周りのおかまとかおなべちゃんがあんたその要素持ってたじゃんって言ったんだけど、いや先日取ってきたっていうゴールデンボールを取ってきたっていう、あそれでかって、その以前から知ってるんだよ、うん、おかまちゃんだったんだけど取ってなかったのよ、うん、取ってからなんか変わってたな。これあれですか、もう見た目は、うん、もう小道っぽい感じで かっこいいな。お化粧もせず、化粧、うん、化粧、この日化粧はしてなかった。彼とか彼女はギャラリーでいたんだけど、うん、見たい、うん、いやいい男だよ、あいい女だよ、うん、俺はでも男の時分かるから知ってるからあれなんだけど、うん、普通に言ったらあって綺麗でモデルのような女の人だなって思うと思うよ、うん、うんうん、あれ多分あれ吉本さんにも紹介したんだよ実は、吉本にそういった部門ないですかって、部門はないけど昔岡山ちゃんっていうタレ、岡山ちゃんのタレントいたよってどうですかっていうふうに話はしたんだけどいやーんとかって言われていやーんとかって言って言ったんだけどね、うんうん、そういっただからそういった人たちとかもトロピカルビーチで騒ぎたいなと思って呼んだんだけどね、土曜日も仕事が忙しいとお店が忙しいからできないとかって、うん、すいませんとか言って、でこうも言ってたんだよ、もこみちと一緒にもこみちに抱かれて写真を撮ったら、要するによもこみちに抱きしめてもらって写真撮ったら死んでもいいって言ったわけこいつ、うんうん、おそうか、じゃあ一応俺はできないけど吉本の人に頼んでみるって言ったらなんて言ったと思う、うち殺す気っていうわけ、自分で死んでもいいって、じゃあお願いしてみるか、うちを殺したいのみたいな感じで言うわけ。だから頭の回転というかやっぱ話してて面白いよ、お前が言ったんだろう、うん、いやなんかこのねバックのミュージックにぴったりな話ですね、うん、今ね、うん、そう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 、いや、うん、期待、沖縄もね、うん、そういうなんか面白いお店いっぱい増えたらいいですよね、うん、ね、うん、そういったのがだから僕らは、うん、ね観光の映画祭のイベントでもちょっと、東京のそういった観光に携わる人たちと何人かと会って話をしたんだけども、はい、やっぱり沖縄っていうのは、魅力だと、日本全国から見てもやっぱり観光といえばもう沖縄だろうというふうになってるんだよ、うん、で、もちろん東京大阪とか、そういった、主要都市っていうところは人多いんだけどね、うん、観光客も多いんだけども、それって作っていってるものがほとんどで、はい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 、じゃあ東京に何も
何もなければ、まあ、買い物とかビルとか、いろんな東京行くと何でもあるじゃない、うん、そういったのがなければ東京行くかって行かないんだよね、うん、それよりは、静岡の富士山見たりとかっていうものがあって、うんうんうん、で沖縄もどっちかというと、うん、買い物なんとかっていうよりもまず青い海青い空でしょ、うん、でそこを見に来る観光客がいて初めて今成り立ってるんだけども、それだけじゃやっぱり頭打ちなのよ、うんうんうん、あの僕ら沖縄に住んでるからあまりそのありがたさとか綺麗さっていうのはあまりわからない、わからないです、わからないでしょ、うん、観光客もそれを数回リピートリピートリピートってずっとやっていくとそれだけではやっぱりちょっと飽きてきちゃいますね、飽きてくるんだよね、うん、飽きが来るんだよね、でそれを、飽きさせないために彼らが来た時にまた新しい沖縄を見せられる、新しいコンテンツを見せられる、新しいイベントを見せられる、新しい施設を見せられるっていう努力を我々はしないといけないわけよ、うん、だからここで、じゃあ何をするかって宜野湾市はやっぱり51ヘクタールが帰ってきました、うん、51ヘクタールっていうこの広大な土地、東京ドームでいうと11個分の、うん、そんだけの広大な土地がこれから開発されます、その中で我々観光に携わる者はそこに、観光コンテンツを見出していくんですよ、うん、だからいろんな意見があるよ、じゃあ、 ディズニーランドみたいな遊園地作ろうとかっていうのも、うんうん、それもありです、それもありで、だからそこをいろんな人の意見があって無理だよっていう意見から、無理だよっていうところからもう何も話進まなくなるので、うんうん、まずはどん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 いろんな何ができるかっていう、うんうん、ディズニーランド持ってこうとかでもいいし、大きな、まあ、公園を作ろうとか、ラスベガスみたいな建物を作ろうとか、うんうんうん、そういったテーマパークとかってもいろんな話をできた上で、実際にじゃあ、現実的に予算とか、で観光客が入ってくる人数とかも、十分に研究して採算が合うのかっていう、そういったのもずっと研究しながら調査しながら、じゃあこれをやりましょうっていう、その中でのベストを選ぶ、うん、ベストを選んでいく、そうすると、また新しい宜野湾の沖縄のコンテンツが宜野湾にあるというふうになってくると思うんだけども、うん、自分が考えるのは箱作りたいのよ、箱ライブとかできる箱ですか、そう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 、その箱イベント会場みたいな、そう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 、うんうん、そこを作りたい、沖縄観光夏今シーズンなんですけど、これからシーズンどん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 入っていくんだけども、それ以外、うん、冬場とか夜とか、うん、台風とか雨とか寒い時でもできる、うん、箱24時間、確かに沖縄って、うん、結構海でやるライブとかが多いじゃないですか、うん、必ず台風、うん、かぶっちゃいますよね、うんうん、だからそこはそれでいいわけ、だから外での野外でのイベントで、うん、天候に左右されるのはつきものだからそれもしょうがないわけ、うん、それを怖がってたら何もできないんだけども、確実に、うん、確実にできる、だから県外から国外から沖縄来て台風にぶち当たってしまったら何もできませんでしたじゃなくて、いや寒かったけども台風だったけどもそこ空いてました、でその箱でいろんなイベントがやってます、例えば500人規模の箱があるとすると500人で満杯になるとかってやると、例えばじゃあ歌普通のライブだったりで、例えばマジックショーだったり踊りだったり芝居だったり、まあ、お笑いとか、うん、いろんなものができるわけよ、でそこは箱があれば、うん、あとは、演者を変えるだけで、はいはい、いろいろできる、できるじゃない、だから365日あれば365組とか、うん、いろんな組み合わせでもう全然違ったことができるわけよ、例えばのラーメンミュージアムみたいなの作ったり、そう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 、焼き鳥専門にしたりとかね、うんうん、でファッションショーとかさ、うん、なんとかこれ何これパリコレみたいな、パリコレ、うん、東京ガールズコレクションみたいな、うん、そういったのも500人ぐらいの箱だったらできると思うし、うん、そんなのが365日何か宜野湾市に来るとやってますよっていう、うん、だから遊園地作るっていうのもあり、ただ予算的なものを見ると、うん、その500人規模であると借りる側も借りやすい、うん、今だいたい、沖縄にあるの大きいんだよね、だいたい1000名規模1500名規模で、そこをいっぱいにするっていうのはなかなか難しいんだけども、うん、まあ、大きければ大きいほどお金もかかるしね、うん、借りるのもね、でそういったものが、割とコンパクトに収まるとそこもやり借りやすくなるっていうのもあるので、絶対僕これはもう実現させたいな、うんうん、自分がいるうちに
うん、これちなみにどれぐらいでできる予定なんですか。何がこれからですよ、まだまだですよ。なんか目処とかはないんですか、この30年後とか。いやいやいや、 そんなならない。30年後って言ったら俺いくつ83とかか。あ、まだ元気だけどね。20年後とかですか。いやいや、そんなならない、そんなならない。本当に近い将来、うん、近い将来。建物ってそんなすぐできるんですか。当たり前だろ。計画さえもう準備さえ整えば、あとはもう作るだけだから、うん、どんどんできるよ、うんうん、だから今日、まあ、例えば大きなものを作ろうと思って、じゃあ今日からスタートしますよって言ったら、おそらく1年ではできるね。おう、うん、できる。だからそこまでの準備が時間かかるのよ、うん、計画が。で計画を変えて、じゃあ5って言ったら、そうだから家作る時も、家の自分の家作る時もそう、設計図書くまでが大変なの。設計図ができてからはもうすっごい早いから、うん、そういったことも考えながらね、うん、みんなね、やっていきたいな。あ、ですね、うん、スプリームさんが、今から車の運転なので少し早いですが失礼します、うんうん、はい、続きは音声で楽しみますね、はい、あ、今日は平成最後の4月、そして木曜日ですね、はあ、ではではということで。あ、そっか。これいつあれになるんですかね、名前ね、変わるんですか。年号、年号、この前年号の話したよな、うん、なんて言ったっけ。日がとか、なんか日が、日が元年、日が、日が元年って言うんですか。どう、だから1年目のことを元年って言う。じゃあ日が元年、あじゃとか、こじゃとか、あじゃ元年、こじゃ元年。なんかでもね、なんか、うん、ちょっと笑いが取れる、笑いが取れる感じがいいと思うんですよね。お前な、その時の天皇陛下、そう言われるんだよ。昭和天皇とか平成天皇とか、古者天皇そこは違うだろう。古者が悪いと言ってるわけじゃないけども、昭和、うん、平成、うん、大正、大正もだってこんな感じだったと思いますよ、決める時。ん、大正ってちょっとおかしくないかとか、なんでおかしくないかって言われてたかもしれないですよ。いやいや、絶対意味があるんだよ。あるんですかね。あるある。あ、そうか、平和は平和になるようにみたいな。そう昭和は何ですかね。なんだろうな、調べたことない。ちょっと調べてみよう。調べてみよう、うん、調べてみよう、うん、何になると思いますか。何を分かるか、それじゃあ なんとなくこの平成みたいな感じですよ。おそらく同じ文字は絶対使わないので、うん、絶対使わないよね。だからそこに、幻覚とか、なんか 平和とか、あと幸せとか、そんなのが象徴できるような文字を組み合わせるとは思うんだけど。紅白とか。紅白はないな。ないか。ないな。鳥って入れそうじゃないですか。いや、入れないな、絶対入れないな。そういった、動物とかそういった名詞は入れないよ。あ、そうなんですか。絶対入れない、うん、入れないと思うよ。なんだろうな。でも幸せってもし入るんだったら、うん、今幸せじゃないですか、うん、あ、違うな、うん、発達の発です。発達、あ、発明の、あ、それありかもしれんよ。初っていう字は入るかもしれんな、うん、あ、そうですね、入ると思います、うんうん、お前すごい偉い人になったな次の年号 を提案する、そのぐらいになったか。いや、多分初はあると思う。初か、幸せ、幸せはないな。 お前と別れたお父さんも今頃あ、大きくなったなって思ってるはず。なんで泣く。いや、急にお父さん急にお父さんの話したから泣く。びっくりするな、お前すぐ笑は笑ったらすぐ泣いちゃうんですよ。は、笑ったらすぐ泣く、笑ったらすぐ涙が出るんだ。あ、涙が出る、うん、言葉がな、よくそれ MC やってるよな、この会社でな。本当に思いますよな。私も行ったんですよ最初、うん、で無理っすって言ったんですけど、うん、行けるって言われたので、じゃあ行こっかっていう、まあ、この前もね、コミュニティラジオっていうところでちょっと話を深夜の、はいはい、あつこの夢を夜開くでもやったんだけど、はい、あの時はね、もう正直言って僕も酔っ払ってました、はい、で、まあ、何言ったかそんなに覚えてないんだけどうん、言いたいことは言ったと思うよ。この FM、 コミュニティ FM っていうのはみんなで作るもので、うんうん、情報を発信するだけじゃなくて、情報収集して発信する、うんうん、我々が調べたものだけじゃなくて、今ね、シュプリームさんとか函館さんとか、まあ、県内の方々からもいろんな情報をもらって、うん、それを今こういうことやってますよとかっていうのも、うん、一つだし、だからこれを聞いてるリスナーの皆さん、うん、まあそんな多くないと思うんですよ。5人ぐらいかな、
ないと思うんだけども、はい、身近な情報があったら、うん、どん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 メール、はい、あとメールとなんだこれメールツイキャスのコメントツイキャス、うん、の方で入れていただいてで、これはふさわしくないなと思ったらこっちは読まないのでね、うんうん、なんでもあり、うん、でもピーコが読みそうなんだよな私、うん、提案がそういえばありました、うん、もう時間ないけど早く言え後で言いますこれは言いにくいことなので今いいよ17秒言えあの15秒海、はい、トイレの海の、うん、トイレの海のティッシュ欲しい、うん、はい、またこの謎解きは来週はい、はい、さよなら、はい、トイレの海のティッシュが欲しいあのそうそうあったんですよ。